ランブラークラシックは1961年モデルから1966年モデルにかけてアメリカンモーターズ社で製造販売されていたインターメディエートの乗用車であるこのクラシックは1960年のモデルイヤーの終了とともに廃止されたランブラー6とランブラーレーベル V8 の後継車であった当初は6人乗りの4ドアセダンとステーションワゴンのみが2ドアは ピラー付きのポストセダンが追加され、1964年モデルで、スポーティなピラーなしのハードトップが、1965年と1966年モデルで、コンバーチブルが導入された。ランブラーレーベルの後継は1967年モデルで、AMC が大型車の車種を完全に刷新した時にクラシックにより代替され、1968年モデルで、 AMC がランブラーのブランド名を縮小し始めた時に、レーベルの名称は AMC レーベルとして再度使用された。AMC の販売車種の中では、その販売期間を通じて、クラシックは独立の自動車メーカーの車としては、多量に販売された。ランブラーは、ジョージ・ W ・ロムニーの経営の下で、AMC の経営戦略の目玉商品であった。 アメリカンモーターズは1950年代、60年代で最も燃費性能が良好で、格好よく高い品質の車を幾種類か設計、製造した。AMC 製のコンパクトカーは、AMC の売り上げと利益に関して成功をもたらし、1961年にランブラーブランドは国内の自動車販売で第3位になった。 ランブラーは2種類の大きさの車を、おのの独自のプラットフォームを使用して製造していた。大型車シリーズは1956年モデルのボディを元にしており、より強い独自性の構築を助け小型のランブラーアメリカンシリーズとの対比を明確にするために1961年モデルでクラシックと解消された。1961年モデルのクラシックは一体構造で、 長方形の押し出し成型アルミニウム製グリルの新しい顔つきを備えていた。デラックス、スーパーとカスタムというモデルが用意され、4度セダンの価格は 2098US ドルから始まり、ステーションワゴンはわずか 339US ドル、高いだけであった。1961年モデルのクラシックでは、 195.5CU インの直列6気筒か 250CU イ、e、ンの V 型8気筒が選択できた。196と言及されることがあるアルミニウム製ブロックのオフウェル6エンジンもデラックスとスーパーにオプションで設定された。1962年のモデルイヤーでスーパーが廃止され400に変わった。同年にフラッグシップであるアンバサダーが全長を 削られて、クラシックと同じ108インのホイールベースとなり、クラシックの V8 モデルは廃止された。これにより AMC の全車種の中で V8 エンジンを搭載するのはアンバサダーだけとなった。1962年モデルから AMC はより安全なブレーキシステムの洗弁をつけ、すべてのランブラー車に当時は、 ごくわずかの車にしか装着されていなかった二重系統の油圧式ブレーキを装備した。1963年モデルでクラシックシリーズは控えめな彫刻的デザインに全く新規に刷新された。辞職したデザイン部長のエドムンド・アンダーソンの手によるクラシックはモータートレンド誌の1963年カーオブ・ザ・イヤーに選ばれた。この車は AMC の新しい首席デザイナーのリチャード・ティーグの影響を受けた初めての AMC 車でもあった。1963年モデルのクラシックは、1956年以来、AMC が全く新規に開発した初めての車でもあった。AMC の哲学を守り、この車は、前任モデルよりも、全長と全幅が、おのおの一員短く、 同様に前高も2ン以上低く小型になっていたが、ホイールベースは112ンあり、ファミリーサイズの車室や、過室の広さは、以前に比べても遜色はなかった。AMC の上級車は、飾りや、各グレードを区別する、標準装備品が異なるだけで、ホイールベースやボディ部品は共有していた。クラシックは、ピラー付きの2ドアと4ドアセダンと4。 ドアステーションワゴンを揃えていた。グレードの名称は、デラックス、カスタム、400に代わり、550、660、770、となった。1962年の時点で、アンバサダーが 327CU インの V8、エンジンを搭載していた一方で、当初のクラシックは、全グレードが 195.5CU インの L6、 エンジンを搭載していた。1963年半ばにクラシックに新しい2 8 7 c u インの V8 エンジンがオプション設定されると発表された。この 198HP の V8 エンジンを搭載したクラシックはオプションのフラッシュオーイコールマチックオートマチックトランスミッション車でさえも高性能と良好な燃費性能を合わせ持っており、 レー六60マイルパーアワーの加速に、約10秒という割には、燃料消費率は16ミリリットル、US ガロンから20ミリリットル、US ガロンであった。この AMC の新しい車はいくつもの、技術的新機構を備えていた。側面のカーブドガラスを採用したのは購入しやすい、価格の車としては、初期の一台であり、もう一つの技術的革新はそれまで。 複数の部品を組み合わせて、モノコックボディに取り付けていたものを、プレス一発抜きの部品にしたことであった。例えとしては、ユニサイドのドア枠は、後半から1回のプレスのみで作られていた。これは52個の部品を1個の部品で済ますと同時に、重量と組み立てコストの削減を実現しているのみならず、構造強度の強化とドアの組み付け精度の向上も、図られていた。 AMC の独創的な技術により、クラシックと類似のアンバサダーは、モータートレンド誌の1963年度、カー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。1964年クラシック770ワゴン1964年モデルの、クラシックは、ステンレス製モールディング。 前年の深いオーメン状のものから平たいアルミニウム製へ変更されたグリルと1963年モデルの平型から丸型へ変更されたテールライトで外観が新しくされた。バケットシートと V8 エンジンを備えたクラシックは手動で変速できるようにセンターコンソールにシフトノブが据えられた新しいシフトコマンド3速 AT を注文することができた。 770シリーズに新しい2ドアハードトップが左右独立で調節できるバケットシートを備えたスポーツイナ 770H と共に追加された。1964年モデルのランブラータイフーンにドアハードトップ1964年4月に AMC はタイフーンを発表した。この1964年半ばのモデルイヤーでは スポーティモデルのクラシック772ドアハードトップが導入された。この特製モデルのハイライトは、AMC の出力 145HP 圧縮比8.5、1で 232CU インの全く新しいショートストローク7メインベアリングの直列6気筒、台風エンジンであった。この記念的モデルは2520台の限定生産がされ、図飾は ソーラーイエローのボディとクラシックブラックの屋根の2、トーンカラーのみ。内装はスポーティーな全ビニール製で、価格は 2509US ドルであった。この車には、通常のクラシックのオーナメントに特徴ある、台風文字が追加されるとともに、独自のグリルは黒塗りとされていた。その他すべてのオプションが台風でも選択できた。 AMC とジープの車で主力となってきた6、気筒エンジンは改良を加えられつつも2006年まで生産されていた。1966年に AMC 製の新しい V8 シリーズが導入されると間もなく、台風に搭載された 232L6 エンジンはトルクコマンドと解消された。1965年モデルでクラシックは、 1963年に導入された新しいプラットフォームを使用した大幅な再設計を施されたが、ボディは同時期のアンバサダーに似た本質的には1963から1964モデルを直線的な外反に変更したものであった。元々の112インホイールベースと195インの全長を持つ一体型ボディフレームに新しくデザイン。 された外反が取り付けられたが、屋根、ドアと窓ガラスは前のモデルから引き継いでいた。パナールロッド付けコイルバネを使用したトルクチューブ式のサスペンションには変更はなかった。ランブラークラシックは今やアンバサダーシリーズよりも短くなる一方で、引き続き全面ガラスより、後ろは同一のボディ構造を共有していた。百七十シリーズには初めてコンバーチブルが、 設定されたが、二ドアセダンは770シリーズから落とされた。1965年モデルのクラシックワゴン1965年モデルのクラシックは以前の経済者のイメージとは対照的に新しいスタイリング、強力なエンジン、安楽さやスポーティなオプション品を強調した繊細な豪華さと宣伝された。 AMC は古くなった 195.6CU インバンを引っ込めて近代的な設計の直列6気筒エンジンのみを提供した。1965年モデルのベースの550は232エンジンのストロークを縮めた経済的な 128HP199CU インの直列6気筒を搭載していた。 660と770は 145HP232CU インが標準となる一方で 155HP の6気筒と 198HP287CU インか 270HP327CU インの V8 エンジンがオプションとなった。ポピュラーサイエンス氏は1965年モデルのクラシックは ケチケチ経済者かまたは劇的高性能者として購入することができると評した。1965年モデルのパフォーマンスオプションにはベンディックス製4ピストンキャリパーの倍力装置付き前輪ディスクブレーキが含まれていた。標準の4輪ドラムブレーキには引き続き AMC 製のダブルセーフティマスターシリンダー機構が付いていた。二重化された。 マスターシリンダーはビッグスリーの中でもキャデラックのみが装備していた。マーリンモデルイヤーの半ばで AMC は会社のフラッグシップとしてマーリンを導入した。この車はクラシックのプラットフォームを使用した中型のファストバック車であり豪華なパーソナルカーとして販売された。マーリンは独特のスタイリングと共に一連の格別な装備を標準で備えていた。 1966年クラシック770セダン1966年モデルのクラシックは細かな飾りの変更と詰め物を入れたダッシュボード、バイザー、運転席側のサイドミラー、前後席のシートベルトといった安全装備を追加された。この年のモデルでは中間グレードの660が廃止され550と770のみが残された。 フロアシフトの4足 MT とダッシュボード上の回転系が初めて装着された。1966年モデルのクラシックでは特に屋根のスタイリングに注目を集めた。二ドアハードトップには長方形の後面ガラスとビニールで覆われたより格式のある角張ったクリスプラインの形状を備えるようになった。セダンにはオプションで目立つアクセント色の入った。 ハロールーフを選択できた。ステーションワゴンの過失上のルーフラインは前年モデルの下がったものから客室と同じ高さに変更され、クロスカントリーのオーナメントが取り付けられ、83キュービックフィートの容量の過失とともに、標準でルーフラックを備えていた。ワゴンは、標準は6人乗りの2列シートに全てが引き込まれる、後面窓を備えた下側ヒンジのテールゲートか、 オプションの8人乗りの3列シートに、左側ヒンジの後面ドアという2通りの座席配置が、選択できた。クラシックという名称は、市場ではすでに肯定的な意味合いとは考慮されず、AMC は1966年に、車種名称の再編を始めた。ランブラーレーベル1966年、モデルランブラーレーベル2ドアハードトップに、 ドアハードトップ版のクラシックの最上級モデルには歴史あるランブラーレーベルの名称が与えられた。この車は 770H の後継車であり特製バッジと標準で薄型バケットシートを備えオプションでヘッドレストと共にチェック柄表皮が選択できた。AMC のプロジェクト4巡回自動車賞の中の幾代かに見られたこのタータン調に対する 消費者の反応は、レーベルハードトップに、独自のオプションとして設定されるほど好評であった。ポピュラーサイエンス氏は、ランブラーレーベルは急に、高性能に目覚めた。と評したが、そのハンドリングパッケージはこの車の時代遅れとなった、サスペンション設計を制御しきれていなかった。アルゼンチンの以下製ランブラークラシック特筆すべき、AMC の海外事業には、 ランブラー社の現地生産が含まれていた。クラシックはベルギーのハーレにあるルノー社の工場で生産され、アルジェリア、オーストリア、ベルギー、フランス、オランダ、ルクセンブルクでルノーの販売網を通じて販売された。ルノー社は自社のモデルに大型車を持っていなかったためクラシックはルノー社の車種群の中で高級車として販売された。 コンプリートノックダウン契約により、クラシックの生産を行った企業には、インドゥストリアスカイゼルアルヘンティーナ、オーストラリアンモーターインダストリーズとメキシコのがあった。ランブラークラシックは、数多くの部品を、その他の AMC 社と共有している。新しい部品は、ある程度潤沢にあり、AMC 専門の業者がいくつかある。オーナーを支援している。 活動中の AMC 社のクラブがある。その簡潔さ、実用的なデザイン傾向と整備の容易さにより、長い間愛好されてきた1960年代初期のランブラー社は、旧車趣味としては安価な入門車である。 最も価値のある車は1964年モデルのタイフーンハードトップと1965から66年モデルのランブラークラシックハードトップとコンバーチブルである。収集家のオークションでは低走行距離の1965年モデルのコンバーチブルのようなオリジナル状態を保ったこの時代のランブラークラシックは継続する人気を伴い状態以上の価値で 取引されるであろう。客中全般、ありがとうございます。